奥瀬平七郎自宅にて、奥瀬平七郎11月13日から1997年は、忍術研究家、日本の小説家、三重県上野市の元市長、三重県藍間郡上野町生まれ、1911年三十県藍間郡上野町で、代々続く醤油製造販売業、細平の次男として生まれる。父の平十郎は、家業を従業員に任せ上京。 霞緑の号で、当時の代表的な投稿雑誌や文芸誌、しかしに数多くの作品を発表、文芸誌、初風を創刊、また、東京26新聞記者として、上野町の伊賀新聞に、小説、マリコを71回にわたって連載するなど、文筆家として活躍した人物だった。そうした父の影響を受け、奥瀬平七郎も、 満十二歳で友人の吉川寛一ら仲間と、同人誌、若き人々に、を創刊。上野中学卒業後は、早稲田大学政治経済学部に進み、伊ぶせますに指示、在学中に、上野の同人誌、郷土に、大衆小説を連載した。大学卒業後は、満州電信電話株式会社に入社し、終戦で帰九百三十五年早稲田。 大学政治経済学部卒業後、満州に渡り、満州電信電話株式会社に入社1945年満州電信電話株式会社退職1947年、上野市上野市役所に入社企画課長として最初に取り組んだ資生要欄に伊賀と忍術を執筆した。これは、忍術は架空のものではなく、実在したもの。その実像は極めて合理的。 科学的なものであるとの思いから、忍術を観光資源として開発しようと考えたからである。また、この頃、同人誌などに小説、忍者海岸や戦国忍者伝を書いている。1949年7月同人雑誌、関西派を創刊。同誌は第5号をもって廃刊に至るが、中でも第4号に発表した。 聖女商店は260枚の力作で中村光雄によって芥川賞に推薦された。1952年上野市商工観光課長に就任1952年世界子ども博覧会開催忍術不思議館を出展し、忍者の歴史、道具、秘伝書などを展示姿勢試行十周年記念事業の世界子ども博では忍者不思議館を企画し、 忍術の話を発行、高賀流、忍術十四世、藤田聖子氏の実演を取り入れ、人気を博した。この博覧会がきっかけとなって、公演やラジオテレビの出演依頼が多くなり、忍者衣装をつけた、市職員と共に、全国各地へ飛び回った。1五十九年上野市就任役に就任、福田定一氏の勧めで、忍術研究の本格的な諸事作、 忍術秘伝執筆。出版1961年7月に、鍵屋の辻に、忍術館を、建設1963年、忍術書生法、忍術、その歴史と、忍者1964、忍法、その秘伝と実例と、立て続けに執筆。出版毎年4月に開催されていた、桜祭りと、商工会祭りを廃止、忍術祭りを創始。 忍術温度まで作った。忍術祭りは昭和44年に廃止になるも、昭和54年になって忍者祭りとして復活。平成6年からは、伊賀上野忍者フェスタに名称変更1964年、上野公園内に伊賀流忍者屋敷をオープン合わせて、忍術温度を制作、忍術祭りの開催などを手掛けて、多くの観光客を受け入れて、 忍術観光の基礎を築いた。1977年、満85歳で、その生涯を閉じた。ありがとうございます。